やっぱり世代間で対話しようって言っても、なかなかもしかしたら難しいかもしれないと思うんですけど、やっぱりちょっと私は北野さんがさっきおっしゃったような、やっぱり僕もこれからもっと年を取っていきますけども、その年を取っていく方がどっか咲くの可愛いって言われたじゃないですけど、そのたしなみをちゃんとするというか、若いもんはじゃなくて若者のある種応援をするとか、経験をなんとか押し付けるんじゃない形でバックアップしてあげるとか、なんか若者を生き生き生きれるために、なんかこう役立てるような、そう、そういうなんことかですね。そういう謙虚でこう、なんかそういう意識を持つこと、だから年を取った方がこうそういう意識をより強く持つ方が、それしかまあないんじゃないかなと正直思うんですけどね。生きてきた長い経験がありますんでね、それやっぱり自ら得た経験というのは本で学んだこととは違うわけですね。それだけに説得力もあるし、ですからそういうやっぱり年寄りがいる社会、年寄りがいてありがとうっていう社会ですね。昔からおばあちゃんの知恵とか言うじゃないですか。そうなることですよね。あと伝承遊びで、例えばそうですよごま、ね。ごま、ベーゴマとかなんかありますよね。けん玉とかね。自分のおもちゃ作るとかね。まあ、いろいろあるんですよ。確かに。で、こういう句なんですよ。年寄り笑うな、行く道だ。年寄り笑うな、まあ、バカにするな。年寄り笑うな、行く道だ。自分が行く道だ。これから行く道だ。子供を泣かすな、来た道だっていう。そんな、なんか句がね、僕はどっかで読んだ覚えありますけどね。前世もう言いたいのは、自分も年寄りになるんだから、私自身はもう嫌われない年寄りになんなきゃいけないなと。あと老害っていう正規の意味では私はやっぱり意識してます。老害であってはいけないっていう、出生身体考えなきゃいけないと思ってますけど、そうですね、ただ皆さんに考えられる年になりたいという、ね、年を取ってると知恵があるんだよということを自分で言うんじゃなくて若い人から言われてみたいですよ。そうですね、ぜひね。どうですか、そのあたり。そうですね、まあ、本当に高齢者の方から歩み寄ってほしいっていうのはあって、それこそこう自分のおばあちゃんおじいちゃんじゃないおばあちゃんおじいちゃんたちとお話しするのって、何喋っていいか分かんないし、なんか逆に怒られるんじゃないかなっていう恐れがあるので、まあ、なので例えばその TikTok とか、 TikTok?TikTok っていう SNS、 ダンスなんですけど、ダンス今流行ってるアプリがアプリがあって、名前だけは知ってます、やったことはない。それから動画を編集してアップする、ダンスをしたりとかっていうのがあるんですけど、それをおじいちゃんとかがやられてるのアカウントが結構できてきてて、おじいちゃんもやってるんですか。それがすっごい人気なんですよ。なのでそれこそスマホを使ってるおじいちゃんとかが、すごいね、なんかうちらと一緒じゃんとかっていう風に会話が弾むように、やっぱりこう高齢者の方から歩み寄っていただくと、こっちも言っていいんだ、やっていいんだとかっていう風にすごくこう親近感も湧くので、共通の話題も出てくるので、すごくいいと思うんですよね。さんがおっしゃる通り、高齢者が降りてくると。昔は挨拶だってね、学生が挨拶で教員の、うんでしょ、今教員からおはよう、学生はおはようだっていう、そういう時代ですよ。だから上に出すものが降りてくるっていう、おっしゃる通りです。SNS 始めたりっていうお気持ちはどうですか。SNS 始めたりという、いやもう嫌ですないよ。スマホも持ってませんしね。そうですか、そうですか、持ってないですから、もう余計なことは頭使ってないって。なかなか新しいハードを覚えるっていうのは確かにハードルが高いですよね。そうですね、やるなら女房と同じものしてでも収まると思いますけどね。いや、パク、日本はどうでしょう、その世代間闘争なんて時代にならないで済みますかね。そうなんですね、まあ、日本語にはね、ジジイババっていうけなし文句にもなる、ジジイがとかババが自分 の, お, 父あのおじいさんおばあさんに対しても同じ言葉を使う習慣ありますよね。ですからその、まあ、僕の子供は日本人ですよ、はい、日本の小学校にも行ってましたし、はい、近所のおじいちゃんおばあちゃんとよく触れ合ってるんですよ。で、可愛がってくれる人とすごく仲良くするんですよ、一緒に散歩したりする。なるほど。でもうるせえって怒鳴られると、あの人怖いなということになるんですよ。ですからお互いに歩み寄ればいいかなと思うんですよ。そうですね、はい、パクお年寄りに愛されそうですね。いや、僕は結構人気ですよ。はい。